昔、ここは大きな島だった。だが、あの大きな天災の後、その姿は一変してしまった。大きな津波に飲み込まれた島の半分は海に沈み、残った大地も潮を浴びて砂へと変わったのだ。そして、生き残った生き物は、新しい人間、新人類と呼ばれた。いらっしゃい。って、おや、今日はお連れさんがいるのかい？あんたが誰かを連れてるなんて珍しい。わあ、すごく素敵なお店だね。ここが今度の隠れ家なの？アンジー。何を言ってるんだい？ここは私の店だよ。誰が勝手に隠れ家にしていいだなんて言ったんだ？サーリー、おとなしくしていろと言ったはずだ。しばらくだな、ウィンスレット。急で悪いが追ってから逃げている。少しかくまってくれ。その様子だと、また面倒事を引き受けたんだね、アンジー。奥に行きな。ラッキーだったね。ちょうど誰もいないところだよ。表はしばらく見張っておくから。ああ、助かる。あと、もう一つ頼み事を聞いてくれるなら、悪いが。今から店じまいもするよ。たく。私が奥に行くまで、その子を連れておとなしくしておきな。助かるよ。すまない。助かるよ。すまない。全然すまなそうに見えないんだがね。まったく。綺麗で透明な海、波が優しく何度も打ち寄せて分かる。覚えている。まだ私が言葉を喋れなかった頃の記憶。あったかい腕の中に抱きしめられながら海を眺めていた。生まれてきてくれてありがとう、そう言ってくれた大好きな先生の声。待たせたね。もう大丈夫だよ。とりあえず簡単な軽食を作ってきたから食べな。ひどい顔色だよ。その様子だと1ヶ月は何も食べていないんじゃないかい？人の顔色を見ただけで体調がわかるとは恐れ入る。サリを連れてからはまともな食事をとれていなかったから助かった。腹は減らないが、さすがにこう走り続けているとは体のガタを感じる。島の中央区に戻ってくるまで時間がかかってしまった。島の犬がそこら中をうろついていてかなわない。この間の法令が決まった後、ここらも警備が厳しくなったんだよ。おかげで店の商売も上がったりでさ、このままじゃ飲み水を買うのも難しくなっちまうってね。まあ店の常連にお貴族様が何人かいるから融通を聞かせてもらうつもりだけどね。ああ、そうか。ウィンスレットも大変な時だったのにすまないな。仕事仲間を頼ることはできないし、昔の仲間も今はどこにいるか見当もつかなくてさ。仕方ないよ。
昔の仲間が今はどこで何をしているかなんて、私だって知れたものじゃない。それに、新人類の棟梁はヒューマノイドがお嫌いみたいだからね。少しでもそれを守ろうとする奴らは、片っ端から捕らえられてしまう。下手に動いて死ぬようなヘマは、みんなしないだろうさ。そんな言い方をされたら、まるで俺がヘマをしたみたいじゃないか。まあ、俺をかくまったお前も同じだけどな。あんたとは、昔からの縁だからね。満潮になれば、この辺りも今は足場が少なくなる。潮が引くまではしばらく日数もかかるだろう。それまでは犬がうろつくこともないし、その間くらいならどうにかかくまってやってもいいよ。ありがとう。本当に助かるよ、ウィンスレット。ルイ先生、ミサキ、会いたいよ。心配するな。必ずルイの元へ連れて帰ってやるからな。